松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。ただいまより投票受付を開始します。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、4番カタノポケットすんなりと先頭に立つことができるかどうか。その外スーッとナイルアワーが上がっていきました。もう1頭6番寺田橋ラブエフェクト9番スエズチャンス、ほとんど馬体が合っています。そして外からは12番光ロック。そのうち京都のスタンドが揺れています。先頭ナイルアワー足が止まった。カタノポケット懸命に追う。外から差を詰めてきている。初期のかけらカタノポケット一気に抜けた。さあ先頭はカタノポケットが半馬身リード。さあ抜けました。カタノポケット先頭岡部とカタノポケット光ロックが差を詰めてくる。カタノポケット新馬戦を見事勝利で飾りました。花々らしいデビューが気であります。確定しました。やったね。はい、何です？いい感じだね。まあまあかな。あー疲れた。休憩していい？元気だね。いい感じだね。
しだね。今週はレースがあるよ。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？ただいまより投票受付を開始します。狙うは菊の大輪か秋のセントライト記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。アイネスサウザーがかわしていきました。それから2番ウィンドフィールズインパーライナー、その後ろでやりましょうか。4番セントギャロップ、それから足毛の馬体シルクグレイッシュでやります。内を通ってウェスティブキング、外を通って10番カタノポケット、それから次のブルボン、そしてそのうちにエアダブリン、その後ろ3馬身くらいあってラグビーファイザー、そのうちに1番サクラローレル、ポツンと離れてカズサハリケーンはしんがりから行っております。行っています。カタノポケットは4番手といったあたり、先頭はウィンドフィールズ、ムチが飛んだ竹豊とカタノポケット、外からはエアダブリン、捉えたかわしたエアダブリン、インパーライナーが2番手エアダブリン先頭、さあ抜けましたエアダブリン、エアダブリン先頭1着エアダブリン、2着はインパーライナー、3着カタノポケット。気を取り直して次行こう。1着5番、2着、6番、3着、当番。馬がレースから帰ってきたね。嬉しいか？よしよし。いい感じだね。まあまあかな。今週はレースがあるよ。いい感じだね。嬉しいか？よしよし。
2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。スタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。2番シャンソニエールが上がってまいりました。朝日ジュピターがその後ろ、肩のポケット外を通りまして、3番ヤムシード、これが1番人気のアイルトンシンボリ、岡部騎手この手応えはどうか。そして内からは5番バチカネアレグロ、その外ステージチャンス、そのうちにいます。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。肩のポケットは4番手といったあたり、先頭はシャンソニエール、外を通って朝日ジュピター、肩のポケットが3番手かわした。肩のポケット先頭、外から1頭朝日ジュピター、先頭竹豊と肩のポケット、外からアイルトンシンボリ、肩のポケット先頭、外から朝日ジュピター、先頭は1番肩のポケット。肩のポケット重賞初制覇、これは楽しみな1頭が現れました。今週はレースがあるよ。どうかな。お、嬉しいか。よしよし。さあ、12頭のゲテンが完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。ダブルトリガーが先頭に立ちました。そしてその後ろからエンバイロンメントフレンド、アージェントリクエストがかわしていきました。ちょっと離れて10番リバーガードンであります。内から1頭1番ミルコム、その外からは4番ダブルテイク、そしてそのうちにカタロポケット、6番エズード、黄色い帽子が馬込みで入れています。まもなく第1コーナー、キアザットベル、レッドビショップが並んでいっています。5番アップルツリー、しんがりからエイシンテネシー。もう一度整理しておきましょう。これが先頭アージェントリクエスト、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。これを追って8番ダブルトリガー、10番リバーバードン、その外エンバイロンメントフレンド、ミルコム、外から1頭ダブルテイク、そのうち肩のポケットエズードが、その後ろキアザットベル、外を通って12番レッドビショップ、アップルツリー、そしてしんがりから2番エイシンテネシーという展開です。前でありますが、前先頭を行く11番アーゲントリクエスト、1馬身リード、前前での競馬ダブルトリガーとデッドを奇襲、10番リバーバードン、その外にエンバイロンメントフレンド、それからもう1頭ミルコム、外を通りまして4番ダブルテイク、3番カタロポケット、 G1 発制覇なるかどうか。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、カタロポケット直線伸びてくるのかどうか。アーゲントリクエストが抜け出した。2番手に外からエンバイロンメントフレンド、エンバイロンメントフレンドが差を詰めてくる。先頭フワインとアーゲントリクエスト、外からエンバイロンメントフレンド、アーゲントリクエスト1着、香港バーズ、勝ったのは11番アーゲントリクエストだ。気を取り直して次行こう。1着11番、2着7番、3着。馬がレースから帰ってきたね。気合い十分だね。体重はバッチリだね。だけど、ただいまより投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。アンから名へと飛び出してまいります。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。先頭に立ったのはオーエイコスモス、内を通ってスルスルと肩のポケットが上がっていきました。 AMO 嵐、外から行こうというところ、その後ろでやりましょうか。サンデーブランチ、1番バンドリオガリ、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、
黒い帽子、旗のポケットが先頭、さあ先頭は旗のポケットが、ハンバシンリード、スターレセプションが襲いかかる、先頭河内と旗のポケット、エリモダンディが外から飛んできた、スターレセプションが襲いかかる、先頭河内と旗のポケット、スターレセプション先頭エリモダンディ一着、日経新春杯、勝ったのは9番エリモダンディだ。やられた。馬がレースから帰ってきたね。一番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。スタートを切りました。11頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先に行くのはどの馬なんでしょうか。花を切ったのは7番大和欧州、そのうちにマウンテンストーン、それからバンドリオバリー、そしてそのうちに6番カタノポケット、天神将軍、1番シグナスヒーロー、その外に出ています。
肩のポケットは2番手。このまま抜け出すか。肩のポケット一気に抜けた。ローゼンカバリー、ものすごい足。ローゼンカバリーが間から突っ込んでくる。先頭武豊と肩のポケット、ローゼンカバリーが差を詰めてくる。ローゼンカバリー先頭に立った。ローゼンカバリー先頭。ローゼンカバリーが一着でゴール番を通過。気を取り直して次行こう。1着5番、2着6番。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。体重戻しきれなかったね。ただいまよりスタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。ゲートが開いた。5番メジロドーベル、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先行争いであります。先手を取って、6番タイキエルドラと徹底的にマークしている。肩のポケットと的場ひとし、いやこの男は怖いぞ。そしてその後ろからシグナスヒーロー、フォーエイコスモスが並んでいっています。まもなく第一コーナー、10番ボーイング鈴鹿、外から1頭 AM 特急。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、大歓声に迎えられて、肩のポケット先頭、先頭は肩のポケット、内からタイピエルドラド、完全にこの2頭が抜けた。さあ先頭は肩のポケットが1馬身リード、ムチが飛んだ。見ないとボーイング鈴鹿、ボーイング鈴鹿が差を詰めてくる。肩のポケット先頭、優勢トップラン懸命に追う。先頭は7番肩のポケット、1着肩のポケット。以上のように確定しました。
から帰ってきたね。よしよし。はい、何です？体重はバッチリだね。ただいまより投票受付を開始します。今年もまたあなたのそして私の夢が走ります。12頭がスタートの瞬間を待っています。今年もあなたのそして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢はサイレンスーカかメイロブライトか。私の夢はミッドナイトベッドです。果たして先頭に行くのは5番サイレンススズカが押していった1番エアグルーヴ、外から1頭ミッドナイトベッド、そしてそのうちに3番カタノポケット、それからボーイングスズカ、そして6番手に8番 TMO 嵐でやります。その後ろでやりましょうか。ステイゴールド、ちょっと離されまして、12番メジロドーベル、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー内を通って9番サンライズフラッグ、2番メジロブライト、それからローゼンカバリー、ここにいた11番シルクジャスティス。今日は最後尾からもう一度先頭から順番に参りますと、先頭はサイレンス鈴鹿、後続集団を離しました。あとはずっと下がって、これが1番エアグルーヴ、7番ミッドナイトベッド、肩のポケット、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。内を通ってスルスルとボーイング鈴鹿が上がっていきました。そしてその後ろから TMO 嵐、それからもう一頭ステイゴールド、差が開いて9番サンライズフラッグ、そして外からは12番メジロドーベル、その内からは2番メジロブライト、11番シルクジャスティス。徐々に差を詰めます。さあ問題は直線、問題は直線356メートルでやります。パタのポケットは4番手といったあたり、先頭はサイレンス鈴鹿、先頭ミナイト、サイレンス鈴鹿、パタのポケットが2番手、サイレンス鈴鹿、先頭外を通ってシルクジャスティスか、サイレンス鈴鹿1着、宝塚記念、勝ったのは5番サイレンス鈴鹿だ。やられた。1着、5番、2着、11番、3着。馬がレースから帰ってきたね。気合い十分だね。いい感じだね。あー疲れた。休憩していい？
嬉しいか。よしよし。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。欧州上半期の最強馬決定戦、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス。果たして先頭に行くのは。先頭に立つや歓声が上がるハッピーバレンタイン。やはり行きました。それから4番肩のポケット、その後ろでやりましょうか。1番レイラミ、そして外からは6番スウェイン、それからもう1頭ロイヤルアンセム、5番ロマノフ、それからハイライズ、そしてその後ろからシルバーペイトリアーク、この辺りちょっと離れているリスクマテリアル、そして1番レイラミ。さあゴール板横の小屋から鐘が鳴って、いよいよ直線であります。パタのポケットは3番手といったあたり、先頭オドリーとハッピーバレンタイン、内からレイラミ、先頭はハッピーバレンタイン、レイラミ先頭に立った、ムチが飛んだ、ロードとロマノフ、さあ抜けました。レイラミ、ロイヤルアンセムが2番手、ロマノフが差を詰めてくる、先頭は1番レイラミ、レイラミ1着、キングジョージ、勝ったのは1番レイラミだ。気を取り直して次行こう。一着、1番。馬がレースから帰ってきたね。
気合い十分だね。まあまあかな。嬉しいか？よしよし。はい、何です？3番人気か。中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。メジロスティードがかわしていきました。サイレントハンターが追いかけます。それから3番、肩のポケット、そしてその外に大和欧州、社交デスコ、外を通って天神将軍、その後ろ3馬身くらいあって8番ファイナルブリッジ、バルブライトが上がってまいりました。これが1番人気の大和です。パタロポケットは2番手、このまま抜け出すか。先頭はサイレントハンター、かわした。パタロポケット、先頭ダイワテキサスが2番手、先頭は3番パタロポケット、ダイワテキサスかわした。先頭に立った、内から1頭パタロポケット、ダイワテキサスが1着、あとは写真です。やられた。1着6番、2着、3番、3着。いい感じだね。いい感じだね。はい、何です？まあまあかな。いいね。体重はバッチリだね。いい感じだね。
2番人気か。ただいまより投票受付を開始します。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。8番ローゼンカバリー、ダッシュがつきません。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは9番サイレンス鈴鹿、そして2番手に10番サイレントハンターであります。それから離されまして6番グルメフロンティア、それから12番オフサイドトラップ、そしてその後ろから肩のポケット、7番ボーイング鈴鹿、差が開いて2番ステイゴールド、ちょっと離れて5番ランニングゲイルであります。そして外からは8番ローゼンカバリー、内を通りまして1番メジロブライト、その外からは3番サンライズフラッグ、しんがりからシルクジャスティスであります。さあ第3コーナーに差し掛かります。前でありますが前、そして1番人気のサイレンス鈴鹿、なかなかいい感じ。あとはずーっと下がって、これが10番サイレントハンター。前、前での競馬、グルメフロンティアと岡部騎手、12番オフサイドトラップ。内から1頭、肩のポケット。この辺りちょっと離れている、ボーイング鈴鹿。さあ第4コーナーを回って、府中の長い直線。先頭行くオレンジの帽子はサイレンス鈴鹿、内からはサイレントハンターが来ている。先頭はサイレンス鈴鹿、このまま粘れるか。サイレンス鈴鹿先頭行くサイレンス鈴鹿、ああもう一杯か。先頭竹豊とサイレンス鈴鹿、肩のポケットが2番手。先頭は9番サイレンス鈴鹿、先頭竹豊とサイレンス鈴鹿、サンライズフラッグが差を詰めてくる。1着3番サンライズフラッグ、1番人気のサイレンス鈴鹿が2着。惜しかったね。1着、3番、2着。嬉しいか？よしよし。お、いいじゃないの。いい感じだね。
感じだね。いい感じだね。よしよし。ただいまより投票受付を開始します。戦の名馬がここから始動しました。各馬が飛躍を誓う伝統の重賞であります。スタートを切りました。11頭まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。先頭に立ったのは6番サイレントハンター。大方の予想通りであります。黒い帽子にご注目ください。これが1番人気の肩のポケット。そしてその後ろから4番タイチプライドル、それからエモシオン。11頭第1コーナー右にカーブを取ります。エリモス先頭行く。緑の帽子はサイレントハンター。先頭はサイレントハンター。サイレントハンターが抜け出した。2番手に肩のポケット、肩のポケット。先頭に立ったステイゴールド懸命に追う。サイレントハンターが2番手、ステイゴールドが2番手。肩のポケット、先頭肩のポケット。1着1番人気に見事応えました。
十分だね。いい感じだね。さ、頑張っていこう。ただいまより投票受付を開始します。クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。ドバイシーマクラシック12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。バックスボーイ真ん中から出ていきます。12番クース、それから1番ワイパー&パワー、そしてその後ろから11番ロイヤルアンセム、それからもう1頭肩のポケット、その外からは6番ベダウィ、マカルカ、サラトガスプリングス、内から1頭カイカノ、その後ろ3馬身くらいあって3番バハリス、外を通ってフルーツオブラブ、ジーフベアハート、しんがりからレースをしています。もう一度先頭に戻りましょう。バックスボーイが先頭です。これと一緒にクース、前前での競馬ワイト&パワーとキャンディー騎手、そして4番手に4番肩のポケットでやります。ロイヤルアンセムがその後ろ、6番ベダウィ、それから2番マカルカ、その後ろでやりましょうか。10番サラトガスプリングス、そのうちからはカイカノ、それから3番バハリス、そしてその後ろからフルーツオブラブ、1番人気のジーフベアハートは後ろからという展開でやります。前でやりますが、前先頭は依然として5番バックスボーイ、もう1頭12番クース、前前での競馬ワイト&パワーとキャンディー騎手、今日も勝利をつかむか。肩のポケットと竹豊騎手、その外ロイヤルアンセム、ベダウィ、マカルカ、サラトガスプリングス、ほとんど馬体が合っています。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。肩のポケットは4番手といったあたり、さあ先頭はバックスボーイが半馬身リード、1番外からジーフベアハート一気に襲いかかる。先頭はバックスボーイ、肩のポケットかわすかかわすか、肩のポケットがかわした。ジーフベアハートが差を詰めてくる。ジーフベアハートかわした先頭に立った。2番手に肩のポケット一着、ジーフベアハート頑張った、偉いぞ。1着9番2着4番3着。嬉しいか？よしよし。いい仕上がりだね。いい感じだね。
ーかな。体重はバッチリだね。お、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。スタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。7番肩のポケットが先手を取りました。11番ロードブレイブ、外から行こうというところ。それから足毛の馬体、玉尾稲妻であります。9番久石真一、インターフラッグ1番。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。肩のポケットは3番手といったあたり、先頭後藤とロードブレイブ、内からは肩のポケットが来ている。このまま粘れるか。ロードブレイブ先頭行く。ロードブレイブああもういっぱいか。このまま押し切るか。ロードブレイブ外から肩のポケット、3番手にセユンエリア、外から1頭セユンエリア、捉えたかわした。セユンエリア、セユンエリア先頭1着、セユンエリア2着は際どい。ちょっと元気ないね。1着5番、2着1番、3着7番以上のように確定しました。いい感じだね。いい感じだね。成長してるね。いい仕上がりだね。いい感じだね。体重はバッチリだね。いい感じだね。気合い十分だね。いい感じだね。お、いいじゃないの。嬉しいか。よしよし。体重はバッチリだね。嬉しいか。よしよし。ライバルも気合い十分だね。ただいまより投票受付を開始します。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。
キングジョージ 2400m、 まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。5番肩のポケットが先手を取りました。そしてその後ろからインディテナス。6番クリゲの馬体ベダビであります。内を通ってナリアプールスインディーボトムへと向かう9頭。2番サンシャインストリート、そして1番人気のオース、なかなかいい感じ。その外8番シルバーペイトリアーク、9番フルーツオブラブ、1番後ろに4番レイラミ。先頭は1番インディテナス、カンバシンリード。オールドマイルとニューマイルの合流地点、ここから最後のスタミナ勝負の直線です。肩のポケットは2番手、このまま抜け出すか。先頭はインディテナス、目が追い懸命に追う。肩のポケットが2番手、この辺りで肩のポケットがかわした。目が追い届くのかどうか。先頭は5番肩のポケット、間を割ってレイラミ、捉えるか。目が追い、さあどうだ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 、肩のポケットか目が追いか、これは際どい。よく頑張った、えらいぞ。1着、6番、2着、5番、3着、4番以上のように確定しました。いい仕上がりだね。いい感じだね。嬉しいか？よしよし。
仕上がりだね。嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。いい感じだね。体重はバッチリだね。いい感じだね。2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。3番サイレントハンターが先頭に立ちました。アンブラスモアがその後ろ、セイウンスカイ。さあ気合はどうなんだ。肩のポケット、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。そして5番手にスティンガーであります。その後ろ3馬身くらいあって、7番キングヘイロー、5番スペシャルウィーク、それからもう1頭9番ナイワテキサス、そのうちエアディハート、そして外からは10番鶴丸剛、内を通りまして8番ステイゴールド、1番後ろに2番メジロブライトであります。もう一度前から整理してみましょうか。そして1番人気のセイウンスカイ、なかなかいい感じ。そのうちにアンブラスモア、そしてサイレントハンター、この3頭が先行集団を形成しております。6番カタノポケット、11番スティンガー、その後ろでやりましょうか。7番キングヘイロー、そしてそのうちにスペシャルウィーク、外を通ってナイワテキサス。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ。セイウンスカイまだ先頭、先頭はセイウンスカイ。さあ先頭はセイウンスカイが1馬身リード。先頭横山とセイウンスカイ、セイウンスカイが抜け出した。メジロブライトいい足で上がってきている。内からはパタルポケットが来ている。セイウンスカイ先頭、捉えた、かわした。スペシャルウィーク、メジロブライトが2番手、スペシャルウィーク1着、天皇賞秋、勝ったのは5番スペシャルウィークだ。惜しかったね。1着5番。元気だね。いい感じだね。気合十分だね。体重はバッチリだね。
嬉しいか。よしよし。いい感じだね。まあまあかな。元気だね。嬉しいか。よしよし。体重はバッチリだね。嬉しいか。よしよし。なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。シャティン最大のお祭りも香港カップ12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。肩のポケットがかわしていきました。オリエンタルエクスプレス8番サンラインが上がってまいりました。そして4番手に2番ランニングスタッグちょっと離されまして、11番カブール、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからダズリングパーク、3番ロードオブウォリアーズ、7番クリゲの馬体サーベイジェネラル、12頭これから向こう正面でやります。ジム&トニックがその後ろ、それからリアスピア、1番テレンエクスプレス、しんがりから10番ヨハンクライフでやります。流れるようにレースが進んでおります。そして1番人気のサンライン、うまくいっているんではないでしょうか。ゴールまであと 1000m、 肩のポケット下がって2番手、その後ろ3馬身くらいあってオリエンタルエクスプレス、その内からはランニングスタッグ、ちょっと離れて11番カブールでやります。そしてその外に4番ダズリングパーク、その後ろでやりましょうか。3番ロードオブウォリアーズ、外から1頭9番ジム&トニック、リアスピア、差を詰めていきました。さあグランドスタンドからの大歓声に迎えられ、最後の直線勝負です。サンライン、まだ先頭、外から差を詰めてきている。ジム&トニック、外からはリアスピア、先頭はサンライン、リアスピアが差を詰めてくる。先頭、先頭、シェルズとサンライン。気を取り直して、次行こう。1着、8番、2着、5番。何です？気合い十分だね。体重はバッチリだね。いい仕上がりだね。まあまあかな。いい感じだね。嬉しいか。よしよし。体重はバッチリだね。いい感じだね。
ないの。いい感じだね。2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。京都競馬場の白鳥もアンカラ名へと飛び出してまいります。11頭まずまずのスタートといったところであります。典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。コイントス先行策であります。内を通す一塊になりまして第4コーナーをカーブ。パタルポケットは2番手。このまま抜け出すか。先頭はコイントス。外からはパタルポケット。コイントスが抜け出した。外からはパタルポケット。先頭吉田とコイントス。パタルポケットが差を詰めてくる。パタルポケットがかわした。先頭は8番パタルポケット。先頭パタルポケットが1着でゴール番を通過。2着はわずかにコイントスか。確定しました。
んです。スターホースポケット。だね。お、嬉しいか。よしよし。クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。先頭に立ったのは1番プリンスアーチ、コリアーヒル、外から行こうというところ。そして内からは2番ラズカラ、それからフェニックスリーチ、肩のポケット。 G1 発制覇なるかどうか。これが1番人気の4番パワーズコート、そしてその後ろから3番オミクロン、外を通りましてグレイズイン、それからもう1頭9番ファイトユアコーナー、タイクーン、この辺りちょっと離れている7番バラーヘル、チェリーミックス。もう一度前の方でありますが、先頭は依然として1番プリンスアーチ、これを追って2番ラズカラであります。外から1頭6番コリアーヒル、その後ろでやりましょうか。8番フェニックスリーチ、10番金色の馬体、肩のポケット。1番人気のパワーズコート、さあ気合はどうなんだ。オミクロンがかわしていきました。その外5番グレイズイン、ファイトユアコーナー、内から1頭タイクーン、その後ろ3馬身くらいあって7番バラーヘル、1番後ろにチェリーミックスであります。
流れるようにレースが進んでおります。これが先頭プリンスアーチ、前前での競馬ラズカラとマカロイ騎手、そしてその外に6番トリアーヒル、フェニックスリーチがその後ろ、今日も勝利をつかむか肩のポケットと武豊騎手、そして6番手にオミクロン、その外からはパワーズコート。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。肩のポケットは5番手といったあたり、このまま押し切るかプリンスアーチ、外を通ってフェニックスリーチ、先頭はプリンスアーチ、さあ抜けました。フェニックスリーチ、フェニックスリーチが抜け出した。ラズカラが2番手、チェリーミックスが2番手、フェニックスリーチ先頭。気を取り直して次行こう。1着17番、2着8番、3着7番。ちょっと元気ないね。まあまあかな。はい、何です？嬉しいか？よしよし。体重はバッチリだね。まあまあかな。はい、何です？嬉しいか？よしよし。いい仕上がりだね。いい感じだね。いい感じだね。なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。春のマイル王決定戦スタートを切りました。12頭、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。
先頭行く黄色い帽子はローエングリーン。さあ先頭はローエングリーンが3馬身リード。外から差を詰めてきているデレグノシス。内からサイレントウィットネス。先頭後藤とローエングリーン。3番手にダイワメジャー。ダイワメジャー懸命に追うサイレントウィットネス。先頭に立った外を通ってダイワメジャーか。先頭は2番サイレントウィットネス。ダイワメジャー1着安田記念。やられた。1着8番2着。気合い十分だね。お、嬉しいか？よしよし。バッチリだね。気合い十分だね。まあまあかな。人気は良くないね。ただいまより投票受付を開始します。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。スタートを切りました。12頭、10番フェニックスリーチ、それから7番ポリシーメーカー。ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのはエース。2番金色の馬体、肩のポケットでやります。スインリーボトムへと向かう12頭、それから12番ノースダンサー、そしてそのうちに6番エスワラー、それからもう1頭バブテイカー、そしてその後ろからバゴ、この辺りちょっと離れているドワイエン、それから9番ガバット、そして外からはアザムール、その後ろ3馬身くらいあって4番グレイスワロー、7番ポリシーメーカー、ここにいたフェニックスリーチ。今日は最後尾からもう一度前から整理しましょう。エースがレースを引っ張るようになりました。外を通ってノースダンサー、肩のポケット、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。6番エスワラー、そのうち5番バブテイカー、そして6番手にバゴ、1番ドワイエン、そして1番人気のアザムール、うまくいっているんではないでしょうか。そのうちにガバット、ちょっと離されましてグレイスワロー、そしてその後ろから7番ポリシーメーカー、しんがりからフェニックスリーチ、前の方は完全に固まったエースが先頭です。2番肩のポケット、 G1 発制覇なるかどうか。
その外ノースダンサー、その後ろでやりましょうか。6番エスワラー、内を通りまして、5番ラブテイカー。場内はどっと来ている、場内はどっと来ています。アザムール、直線の伸び足はどうか。さあ先頭はエースが1馬身リード、3番手にエスワラー、エースが抜け出した。間からスルスルとアザムールが差を詰めてくる。先頭は3番エースパタルポケットが2番手、ドワイエンがかわした。ブレイスワローが差を詰めてくる。先頭マカロイとドワイエン、内か外か。最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。気を取り直して次行こう。1着、1番、2着、4番、3着。